皆さんこんにちは。志摩ニュース&リポートです。志摩市は今年の10月に誕生20周年を迎えます。今回はゴールデンウィークに行う20周年キックオフイベントについてお知らせします。5月3日金曜日、アゴアリーナと市立図書館で志摩市政20周年記念事業の始まりとなるキックオフイベントを開催します。時間はお昼の11時から夜8時までの予定で、昼間は子どもたちが思いっきり楽しめる室内大型エアー遊具や、描いた絵が大画面スクリーンに映し出されるお絵かき体験ブース、いろんな食べ物や体験などが楽しめる出店ブースやキッチンカーなどを用意しています。また夜7時からはメインイベントとしてプロジェクションマッピングと竹あかりのコラボレーション上映もあります。今年の10月1日に志摩市は市政20周年を迎えます。当たり前にありがとう、志摩の魅力は十人十色をスローガンに、志摩市をもっと好きになってもらえるよう、いろんな記念事業を実施していく予定です。今回のイベントは、その記念事業のキックオフイベントとして開催します。大人も子どもも楽しんでもらえるようなイベントとなっていますので、皆さんぜひお越しください。イベントの詳しい情報は、志摩市ホームページや市公式 SNS などで発信していきますので、ぜひチェックしてください。たくさんのご来場お待ちしています。